この週は休むか。バイトもできないし。うん。金も結構貯まってるからね。休もう。ほい。チュンチュン。チュンチュン。いいね。素晴らしい。さあ、相手はどこだ？最強大学が来たか。まあいいや、行こう。そしたら、ちょっとこれスタミナ C にしちゃおうかな。うん。で、コントロールもね、もうちょっと上げていいかなと。74ぐらい、うん、74ぐらいにしよう。OK。よし、気合入れていこう。味方が結構打ってくれてるから今あれ味方に期待。さあいきなりこれ多分堺だな。ここ抑えたいね。ほいボールか。ちょっとこれ一球外そう。ほい OK。 でこれ低く抑えて、あーまあどうしようかな。ちょっとただ次の滝本でも勝負できないんだよね。全スト行くか。ほい。よし。決め球。決め球世界に一つだけのクソリークは。ちょ、高め進化。ストライクゾーンかすめる感じ。OK。低く抑えて、はい、やられました。ちょ、適当に。あー、下がりか、そうだ。もともと、あれだ、フォアボールにするつもりだったし。よし、ここで勝負しよう。さあ初球外しからで進化入れてこう。 OK。 ストレート入れるか。一球もう一球外そうか。高めに、はい、 OK。 でよし、ここゲッツー希望進化だな。これ手出して、手出さんな。入れるしかないね。ストレート、おらラッキー、いける。この二遊間ならゲッツーです。さすがだ。あぶねえ、あぶねえ。まさかおばあちゃん鉄壁の二遊間。9回まで来たな。もう相手は泉谷。落ち着いていこう。はい、これ入れよう。はい、よし、 OK、 ゲームセット。あー、あっさり終わったけど危なかったね。あっさり終わった感じするけど。いやー素晴らしいよ。立派な数字。さあ全国大会まで行ったか。で変化球やった。いいね。もう球速と変化球はこれで、うん、いいな、レベル4で。ちょ、これは球速練習やろう、まず。間違いない。で、コントロールとスタミナも、てかどっちかというとコントロールがね、地味に上がってほしいんだよね。うん。で、ショップはこれ4月3週に取るって言ってたよな。まだいいや。やっぱ球速によってるね、今のところ。変化球じゃなくて。だからやっぱスライダー系上達ボールは買おう。ほい。ここはちょっと変化球やろうかな。うん。できれば下方向のなんか、スプリットとか、そこら辺覚えたいんだけど、試合のポイントだけじゃ足らないから、
こは変化球練習やっとこう。うん、いいね。ちなみに吉川さん、なんもない。いいよな、オッケー。ほい。よしよしよし。これもどうでもいいわ。お、なんかイベント。いやー、これはいいイベントだぞ。お腹すいたよ。松倉を探そう。いいイベントが多いんだよ、パワフル大学は。よし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 。いいね。臨床ポイントが上がったのも地味に大きい。さ、これは、これはどうしようかな。ちょっと待ってよ。仮にスプリット動いて、541、652になって、662になって。だから変化球練習じゃなくていいな、ここは。うん。球速やろう、球速。刻印しとこう。ほい。練習まで少し時間が空いてるから、ちょっと付き合ってくれよ。どうしようかな。これ付き合わないでやったら多分来週練習できるな。うん。ちょっと体力回復すると。よし。オッケーオッケー。予想通り。さあ、球速を上げちゃうか。158。いいね。158。相当いいとこまで来てるぞ。OK だね。75にしようか、コントロール。OK。行こう。さあ、ここからちょっと胃が痛くなるわ。いよいよ大学ナンバーワンを決める戦いが始まりました。全国大会から開東学院大学春季全国大会1回戦の模様をお伝えしてまいります。なるべく俺に回してこないでほしい。正直言うと自動で抑えてほしい。そういう気持ちが大きい。何なんかゼロ点ゲームだな。1点もやれないぞこれは。ボール球から入ろう。いいよ。今日シンカー切れてるよ。切れすぎたな。スライダー、ラッキー、ラッキーじゃねえか。畜生、取れねえかそれ。頑丈、お前弱すぎだよ。肩が頑丈、やめろお前は。センターをやるの何なんだあいつは。何でお前がセンターをやってるんだよ。味方に文句言ってもしょうがない。打たれたのは俺なんだからさ。味方に文句言うやつはクソだよ。ストライクゾーンをかすめる瞬間、味方の守備に文句を言うんだったらその前に自分で抑えてみせろってことだよ。クソだよ味方の守備に文句言うやつは。よし、多分俺の今態度の変化があれだな、伝わったんだろうな。多分これ頑丈が打ってると思うんだよね、おそらく。まあまあ1安打してるね、1得点してる。やっぱ頑丈だな。ストレートいこう。ほい、取れる、頑丈。何をやってるんだ頑丈は。バッターは3番ムツ。ここまでヒットがありません。ストレートから投げた。初球は空振り。初球ストレート。ちょっと低め気味進化。よし、これは取れるね。味方の守備に文句言うやつはクソだよ。8回の表が終わって3対2、開東学院大学あと1点を追いかけます。まさかの頑丈から。あぶねー、よかった。あぶねー、よかった。ちょっとね、変な特殊能力つかないで。ああ、よかったよかったよかった。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよいいよ、問題ないよ。急速練習って、急速練習もうレベル5だ。ちょっとコントロール引いてほしいね。コントロール
さあこの週は、この週変化球練習だね、うん、変化球練習やるとしてサークル見とこうか。うわー微妙だなこれ。ど根性鍛錬の会には絶対入りたくない。じゃあ一周待とう。一周次の試合に勝ったらこのサークルの選択肢1個増えて出てくるサークルも変わるはず。だからこれじゃないサークルが2個3個出てくる可能性はある。よし、じゃあ変化球練習やりましょう。よし、いいね。こそこそ、あれは監督？なんだか怪しいな。後をつけてみるか。いや、つけません。体力回復イベント結構引くな。我ら帝王許されな勝利のみ。いや、山口君。いざ勝負。よし。変化球は、ちょっとスプリットはまだ取れないから、このまんまで。行こう。優勝しよう。どちらのチームになるでしょうか。味方を信じよう。味方を。慶応大学春季全国大会決勝戦の模様をお伝えしてまいります。打たれても味方のせいにしない。味方のことは頼っても味方のせいにしない。それテーマだな。行こう。バッターは3番伏瀬。伏瀬全スト。インコース低め、はい、ストライク。ストライクを、あれちょっと待てよ。今日はシンカーが切れてる日じゃないの。ってことはスライダーが切れてる日なんだよ。行くぜ。第3球をブーン。どんな変化だよ。これ手出して。よし、オッケー。あーダメか。ストライクゾーン稼ぐ。よし、オッケー。とりあえずね、どっち。落ち着いていこう。怖えなこいつ。ギュン。カミソリのような切れ味だね。よし。カウントノーボールツーストライク。インコース低め。外れても。これに手出してくれ。シュッ。くそ。曲がりすぎるな。いや曲がりあんぐらいでいいんだ。でも曲がり方は。進化。わあ、コバさん取れる。間に合う。間に合う。よーし、いいね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 。さすがだ。さすがショート小松が。初回は0点に終わっています。頑丈？頑丈がいない？あれちょ待って、おかしいぞ。なぜだ？センターがさ、頑丈じゃなくなってるぞ。国民になってる。国民も硬い。頑丈出せ、頑丈。あいつ以外に信頼できるやつがいない。低め低め低め。オッケー、取れる。よし、間に合う。さすが鉄壁の二塁手。二塁ランナー千村残塁に終わりました。3回の表が終わって、まず不安要素があるとすれば頑丈が出てないことだけ。いけ、そのまま。くそ、そのまま終わってくれよ。投げたくねえよもう俺。こう一発警戒してこう。一発あり得るぞ。ナイスナイスナイス。これ入れてこう。あーもう曲がるわ、めっちゃ曲がる。ストレート、ほい。よし、ストレートでグイグイ押してきます。これ、ほい。うん、ちょっと変化球ストライク。まあここフォアボールでもいい場面だね。フォアボールでも無理に勝負しない。やっぱ世界に一つだけのクソだな。これだ。ほっ、いやー手出さんな。手出さんな。しかしあー投げたくない、何も投げたくないわ。低めに低めに抑えた全力ストレート、はい。しかしいいね。まあいいよ。で進化。よし。さあどうする？勝負だな。全スト。で、最悪フォアボールでもいいから。最悪。
よし、ゲッツ。オーケー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 。これもらったな。もらったろ。パワフル大学ダブルプレーでピンチをしのいでいます。8回の表が終わって2対0パワフル大学。なんでだ、あぶねえ。最高だ、素晴らしい。あぶねえだろ今の。最高ですよ。やっぱ頑丈がいないと勝てるわ。勝因は頑丈がいなかったこと。追放しよう頑丈。そうしよう、追放、頑丈追放で。え、何今の。なんかちょっと待ってね、今パソコンからさプシュって音がしたんだけど、ちょっと待ってもらっていい。大丈夫かな、パソコンからプシュって音がしたんだけどさ、人生で初めての経験だからビビッ、なんかおかしいかもしれないね。なんか特殊能力ついて、あーダメか。いいよ、まあまあ十分十分、まだまだ帝王は進化するしかと見ておけ。帰ろう、チャンピオンの誇りを胸に意気揚々と帰るでやんす。これコントロール練習よね、来てほしいよコントロール。ほい、精神じゃないな、頼むコントロール。よー、オッケー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 、来てるぞこれは、来てる。よし、ガルベスも入ってきた。いや、これでもう頑丈は出ないわ、こいつセンターに入るから。頑丈が追放された、完全に。サークルもいいのが来てるし、いやちょっとこれ精神きついな、精神が。すいません、ちょっと計算してました。まあ大体ポイントどんくらい貯めれば基礎能力マックスにできるかと、特殊能力のことは考えないでねっていうのを、まあざっくり計算してきました。筋力680、技術450、変化球210、精神430と。いやね、これ見るとね、筋力は球速が光ればなんとかなる、うん。ただね、技術と精神これ結構きついね。だからちょっとこっからはメンタル練習やろう。今まで全然やってなかったけど、パワードリンク使うのやめてできるだけメンタルで回復していくと、うん。それでいいね。よし、じゃあ3球種目覚えちゃおう。やっぱりスプリットにしましょう、スプリット。あとスタミナ上げれるだけ上げる、うん、 OK で、コントロールも上げれるだけ上げる。よし、これでもう博士来ていいです、いつでもいい、もういつでもいい。 OK、 やっていこう。さあ、そしたらちょっと練習見ようか。これメンタルだね。うん、メンタル。OK。よし。ちょっとパワードリンクは使うのやめよう、もう。で、サークル変わるけど、先にちょっとショップで、スライダー系上達ボール買っちゃおう。うん。いいよね。OK。で、サークル。帽子ゼロ、お宝もゼロ、快眠一人、メシン三人か。あー、大体もう得意にした気がするんだよね、球速は。だからまあメシン研究会でいいや、人が多い。 OK で、この週は球速やろう。うん、球速。さあ、ちょっと球速練習光ってくれよ。大江美来た、やった、体力回復。よし、チョップ、およかった。
っといてよかったな。さあなんかいいの来い。なんもないですねなんもないわ。これはまあメンタルやろ。じゃあちょっと積極的にメンタルやっていかないとマジで足りなくなる。いやーちょっと光ってくんないな。コントロールちょっと博士頼むぜ。あとちょっと練習も光ってくれ。よしオッケー、いや、やろう。オッケー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 、よし博士。行こう。ちょっと早い早いけど、でももういい。3球種目覚えてるから。行くしかない。とにかく野球が上手くなりたい。それでも強くなりたい。行くぜ行くぜ。はい、いやでもちょっと待てよ、これまだっていうかあれだな、最初に博士成功した時と同じぐらいだな。うん、いやこっからだわ、こっからまだチャンスが回ってきた段階だわ。これちょっともう一回ちょっと計算させてください。いやそんな時間はかかんない、すぐ。よし、こっから貯めていくポイントね。筋力665、技術436、変化球201、
で精神は419で変化球は、アイテムで1個上げてあとスプリット1個上げる感じだからあんまりもう気にしなくていい試合でも入ってくるしって考えると球速だな、うん、球速っていうか筋力練習とコントロール練習だねよし行こうさあ頼むぜ光ってくれよ球速よいやこれどっちだどっちだおいお前がそういうことをやってる間にこのグライシンが次のステージに行くぞ次のステージにはいよし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 急速やろう間違いないアイテムどうしようかなまあ、変わるかうんこれは変わるスルメ大学戦にこのやる気で臨んでいいのか俺は大丈夫っしょいいねこれ食堂行こうぜさすが矢部さんいやちょっと落ち着こうぜちょっと落ち着いてやろうぜマジでサークルなサークルはお前らどんだけバイト命の会入ってんねんこいつらどれだけ入ってるんだ、まあ、まだ買えなくていいやうん6月1週になったら買えようコントロールだねちょっとコントロール練習もやっていかないとやばいふっ OK いいねなんだくたばれんこいつはもう矢部さんコントロール変化球守備かこれコントロールだなうん絶対技術足りなくなるよし OK レベル4コントロールさあ練習試合だこのスルメ大学はね下手したら US ワールド大学より強い下手したらそしたらスタミナは80にしちゃっていいやもうちょっと上げようかな85ぐらいまで上げちゃっていいかなちょっと計算ずれるけどまた後でやり直そういやまだ焦る必要はないな80でいいや俺コツはなんか忘れてないよねうん OK これ上げないで貯めてこううん一番最後に貯めてバーンと上げるさあ行こうぜグラシンがいやしかしこいつらはマジで安心できないいやーいきなり来たな九州かほい OK 一球ストレートさ混ぜてこれでカウント取ろうよし内角低めのストレートで勝負しようこれ勝負はいサンキューさあ打ってくれよスルメダイガー相手に無失点で抑えるのは厳しい素晴らしいねしかも8回すでに8回まで来てしまったいやキレがやばいことになってるなこれボール球いいねふい外の進化際どいとこナイスこいつピッチャーだけどちょっと油断してはならない OK アウトいやこれいけるかどうか際どいね
からだわ。うん、ちゃんと計算しよう。ちゃんと計算、試合でもらえるポイントも含めて。このスルメ大学をあっさり抑えたのはすごいよ。打者の能力だけで言ったらあれだからな、暁大とかより全然強いし、 US ワールド大学と同等ぐらいだからね。長いな。コントロールか精神、スタミナね。うーん、まあ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 、スタミナ光ってくれたらやるか。ただ4人で光ってくれるかな、厳しいところなんだけどね。俺の希望するプロ級だ、横浜 DeNA ベイスターズ。よし、じゃあバイト命の会入るか、ここで。うん、スタミナか。ちょっと待ってよ、エイマ大抜き、バイト命の会誰かいるか。バイト命の会、いやー、そんなに持ってないか。ただ葉山さんが対ピンチ持ってて、福永さんが安定度、俺は安定度はもう持ってるから対ピンチは欲しいな。ちょっと待てよ、押し付けよ、押し付け押し付け押し付け。亀井三重の北王子、焦る必要はないぞ。亀井三重の北王子いないじゃん。よし、じゃあこの週までメシン研究会で行こう。なんだこれ、筋力強化しないとって、いつもらったんだ俺。よし、スタミナ練習やってみるか。これもう振っちゃってもいいかもしんないな。いや、所詮1しか変わんないんだ、精神ポイントだったらいいや。よし、行くぜ。はい、最高で6とか上がる、うん、ただ5上がればいい。よーし、オッケーオッケー、いけるぞ、いける、十分いける。なんだ今日の午後にメンツが足らない、メンツ次第だな。積極的で可愛い子は行きましょう、行こう。いいぜ、行こうぜ。ここからさあ、バイト命の会に入るか。はい、スタミナ上がった分計算し直しました。いや、行くぜ。さあ頼むぜ。急速かな。うん、マシタさんって何も持ってないよね。 OK、 急速。ちょっとタイピンチ教えてほしいんだよね。いや、お前ではない。お、これは福引券いいね。これ3トン当たるぞ。やった、結構当たんないこともあるんだよ。パワードリンクデラックス、ゴミ。まあパワードリンクにしようか。うん、丈夫なサポーターよりはまあパワードリンクだね。ケイショップ、あ、これね、もう一回変わる可能性あるかもしんないわ、9月3週に。いいね。さあ、球速ボール極みが来たら最高。はい、まだ分かんないね、あるかもしれない。ほい、うわー来
ました。やったあ、これ買おうぜあ、買うわ、球速ボール極み。え、てことはちょっと待てよ。急速に上がるんだから、筋力も、400、ん?急速ボール買うつもりだったからもうちょっと少なくていいんだ。よし。ここちょっとコントロールやるか?いや、ちょっと待ってね。急速ボール買うんだったら、ハードリングデラックス節約していかなきゃいけないんだ。だったらここちょっと光ってないんだったらメンタルにしよう、うん、光ってないんだったらメンタル。いいぜ。どうした、グランドの外から黄色い声援。デレデレデレしちゃってなんだか嫌な感じね。そうだ、うるさいがいには水でも撒いてこようかな。可愛い嫉妬の仕方だな。モテモテ。さあ、日本選抜に選ばれる。頼むぜ、本当に。光って!よーし、オッケー!やろう、球速。2%は大丈夫だ。うん、2%は。さすがに。頼む!よし、オッケー、オッケー、オッケー。いいぜ。で、葉山さん。葉山じゃん。ほい!居残りか。まあ、それでもいいけど。違うんだよね。ちょっと教えてほしいものは。いらねえわ、テンポもあるとか。とりあえずこのショップは、まあ9月までは変わることないから、アメリカ戦終わったら買おう。アメリカ戦終わったら。ふいふい、やるか、球速。うん。いいよね。オッケー。やろう。光ってるうちにやっとこう。コントロールに人がいっぱいいたら、コントロールやりたいんだよ。ふい。技術436な。オッケー。河本、スルメ。あ、これ精神上がるぞ。ラッキーラッキー。いいね。いやー、ちょっと待ってくれよ。どうしようかな。いやー、ちょっと待ってよ。球速はもうマックスにできる。うん、もうマックスにできるよこれ。いやー、メンタルやるか。うん。で、4月3週4週で技術やろう。それでいいね。一人しかいないとやばいな。これメンタル。はい。オッケー。頼む。コントロールに人集まってくれ。やべえさ。やべえさ。まずいってそれは、マジで。やべえさ。やべえさ、まずいよ、これ、本当に。やべえさ。買い物上手です。始まってます、何かが。コントロールやろう。コントロール。よし。これはいけるぞ、今回は。サークルは、俺入るんだったら解任研究会結構いいね。応援団か解任研究会かな。重い球狙い、もしくはこの三重野さんの左打者でクイック狙いで。ちょっとさ、光りすぎてんよ。あー、スタミナやろうか。うん。いや、変化球一回やっとくっていうのもありだな。
一番コントロールが来てほしいんだけどね。サークルはまだいいや、とりあえず。そうだね、変化球やろう。うん、変化球、変化球、あとスプリット上げて、あと特殊能力で使う感じだけど、試合で140ぐらい入ってくるはずなんだよ。ただそれだとちょっと足りないから、ここ光ってるうちに変化球やっとこう。うん、わかった。ここで応援団変えちゃおう。応援団で国吉重い球狙おう。いやちょっと待てよ。ごめん、ちょっと待ってね。いや、ニエロさんの方がノリいいわ。でもどうせだったら、よし、わかった。ちょっと金のこともあるから買えない。で、ここ変化球だ。変化球。はい。よし。さあ、ちょっとこの合宿が勝負だわ。ちょっとこの合宿勝負だね。追ってきたいやつが2人いて、まあ、今どっちもいないんですけど、久方とあと滝本、この二人をできれば追っていきたい。でこの週は監督いるからコントロール練習やろう。ここパワードリンクでいいや。ほい、監督頼む。いや、この後、この後。はい、よしよし。久方のイベントはどうしても起こしたいんだよ。久方のイベントは急速、久方、滝本いないね。守備でもいいけど、いや、久方のイベント起こそう。はい、久方来い。いやー、ザコプロの方か。まあでもこれも起きないよりは美味しいんだよね。これコントロールにしよう、守備足りないから。成功してくれ。終わった。まあ技術が上がるからいいや。さあ、久方守備 OK。 じゃあ守備やろう。ちなみに今敏捷ってどんぐらい？29か。敏捷ポイントはこの特殊能力でちょっと使うんだよね。ここら辺のキレ、クイック、打球反応丸はぜひ取りたいかな。まあ、守備練習やってもいいでしょ。 OK。 パワードリンクデラックス買おう。金大丈夫、アメリカ戦に勝って1万もらうから。ふい、 OK。 久方来い。クソが。いやー、これ体力減るんだよ。さあ、ラスト、久方守備か。やろうか守備。うん、ちなみにやろうと思えば、うん、やろうと思えばもうマックスには届く。でこっから先はね、どうしたって技術が足りなくなるんだよ。どうしたって技術、精神が足りなくなる。だから守備でいいや。とにかく久方イベント起こしたい。頼む久方、本当に頼む久方。来い来い。小僧が、小僧だわ普通に。そしたら、この試合が終わったらアルビンから特殊能力のことを教えてもらえるから、先に少ないやつは取っちゃおう。敏捷ポイントは結構溜まってるから、
これ取っちゃっていいんじゃないかな。クイックと打球反応もある。キレも取っちゃおうかな。あでもキレ試合でつく可能性あるからやめとこう。あと対強打者もある。ほろもうあとは結構ね何着てもらっても構わないんだよ。てか投手の特殊能力って全部高いんだよねポイントが。何着てもらっても構わん。いいよね、行こう。さあ日米が注目する対決となりました。日本大学選抜対アメリカ大学選抜、日米大学野球対抗戦の模様をお伝えしてまいります。日本大学選抜の先発は飲み物がない、まあいいや。対するアメリカ大学選抜の先発はアルビン。以上の両先発。いやよし行こう。バッターはちょっとこいつら強いからな。第9投げました、ストライク。ストレートを使ってきました。投げました、アウトロー際どい球、ボール。ストロングスタイルでいこうと思う。ストレートはもう際どいところ、ストライク。カウントはツーボール、よし、ストライク。シンカーで一球勝負。さあはい、球目オッケー。スタート。左バッターボックスは4番アンソニー。いくぜ。これボール球、オッケー。バッター追い込まれました。これもボール球。第3球、さあ覚醒。アメリカ大学選抜、初回は0点に終わっています。よし1点取ってくれた。いや安心ならんな、安心ならんぞ。慎重に行こう。ほい、いいとこ決めるな。しかしこれ1球外して、オリジナル変化球はもう内角ストレート。あー入ったわ。待てよ、これ取ろう、これ取ろう、オッケー。決まったストライク、タイミング。行くぜ、勝負するぜ。これしかない。この球だ。ここでバッターパロムド、最悪でも犠牲フライが欲しいところ。第9球、決まったストライク。これ手出して、スプリット、オッケー、ゲッツ。最高だよ、最高すぎるよ本当に。日本大学選抜ダブルプレーでピンチをしのいでいます。ちょっと楽にしてくれ味方。長野島滝本頼む、取れ。よしオッケーオッケーオッケー。うわ結構回ってくるね。左バッターボックスにはアディントン。第1打席アディントンフライに倒れています。さあ1球目打ちました。取れ取れ取れ、頼むよ。もうちょっとヒットとかやめてくれ。まだ1点だ、気合入れていこう。ふいっ、OK、これまずいか、OK、ボール球で誘ってみよう。ふいっ、これもボール球、OK。 あーくそー、手出されたか。ストレート、ふいっ、進化、けーナイス。とストロングスタイルでいくわ。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。スプリット空振り、バッター追い込まれました。最高だグラシンが。3球で仕留めてみせました。先ほどヒットを放っているアルビン、舐めるなよこのアルビンとか。行こうぞ、サンキュー。アメリカ大学選抜、この回1点を返しました。ちょっとなんか心臓バクバクすぎるよ、もうやめてよ本当に本当にもうやめてほしい。そしてバッターボックスはハロブド。今日は三振とショートへの併殺だ。ボール、第2球、なんかストライク。膝元厳しいボールでした。スプリット投げるか、際どいとこね。いいよ、アウトコース低め、際どい。ストロングスタイル。カウントは3ボール1ストライク。
投げました。デッドボール。よくやった、ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。左バッターボックスが4番アンソニー。これが3度目のバッターボックス。インコースへ変化球ボール。さあ次の投球空振り。カウントは落ち着けよ。落ち着いてくれよ。ワンアウトランナー1塁2塁。高めに外そう。普通のストレートでいいや。第3球。オッケー。またも空振り。タイミングで、シンカーで一回落としてみよう。いや、世界に届けます。ふい。オッケー。ショートがっちり取って二塁アウト。信じられるのはこの球しかない。今日2回目の閉鎖。もう回ってこなくていいと思いません。もう2対1。日本大学生。もう俺に回ってこないでいいと思うね。なんでだってやってよかった。危ねえよもう。日本大学選抜。日米大学野球。ああよかった。なんだ一体。素晴らしいドラマを見せてくれました。なんなんだよこのゲーム。なんか疲れるわ。これね、いい特殊能力つく可能性もあるし、悪いのがつく可能性もある。信じよう。頼む。オッケー。オッケーオッケー。地球は消せるわ、すぐ。勝ったことが重要。さあ、これが相当重要なんだよね。アルビンから特殊能力のコツをもらう。いいのを3つ欲しい。いいのを3つ。いやもうこれでいい。もうこれだけでいいよ本当に。はい、回復。うん、いいねいいねいいね。もう一個いいやつ。いやー、牽制か。まあ取るか。いやー、よし。いやね、この伸び、これ伸びが5まで上げれるんですけど、ちょっと気にしませんけど、バッテリーのことは。伸び5まで上げれるんだけど、めちゃくちゃあれ食うんだよね、そのポイントを。なんか喋れねえわ。よし、じゃあこれ伸び5まで上げようぜ。伸び5まで。で、牽制は取るか。で、回復ちょっと待とう。回復も5まで上げれるけど、これちょっと5まで上げるか、待とう。よし、敏捷ポイントもいい感じだね。地球は消そう、後で。うん、地球は後で消す。もう一回計算だな。うん、もう一回計算。いやー、よくやった。よし。ああ、行こう。最後ちょっと相当細かく計算してきました。能力向上委員会に入ることも含めて、あと特殊能力のことも含めて計算してきたんですが、ちょっとこっから何の練習をしたいかと、何の練習をしたいのかっていうのをちょっと考えてきたんですが、球速2回、コントロール3回、スタミナ1回、変化球1回、精神練習1回。できたら。いや、でもね、まあ、体力がね、体力が足らないと思うんですが、できたらその練習をやりたいということで。よし、行こう。そしたら、球速ボール極み買おう。OK。で、サークルね、
こでもう能力向上委員会入っちゃおうかなっていう。今ここで違うのに変えたら10月3週にもう一回変えれるんですけど、そこでこれが出てくる確証がないんだよね、能力向上委員会。だからもうちょっと早いけど次の週変えよう、能力向上委員会に。それで OK。 よし、じゃあ練習しよう。能力向上委員会に入ってからコストカー取ると。コントロールかな、変化球はちょっとね、まだ。いや、変化球光ってる必要ないんだよね。あと25ポイントぐらいでいいんだよ、計算してみたら。ここコントロールいっとこう。これなんかショップ買ってくんねえかな。はい、あ、これじゃないわ、この後。なんか起きろ。あー、じゃあここで能力向上委員会に変えちゃおう。エズカさんに低め丸もらうっていうのもありだな。 OK、 まあとりあえず変えよう。よし、で、忘れないうちにこれは取っとこう。伸び5まで上げるね、伸び5。回復はとりあえず4まで上げよう。余ったら最後5まで上げよう。で、牽制取ると。で、支給は消す。うん、 OK だね。よし、試合の前になったら能力上げよう。はい、よし、 OK、 休息やろう。じゃあパワードリンク買うか。ちょっと待てよ、パワードリンク買ったら2個は買えないな。能力向上委員会が9月3、4、1、2、3、4だから、まあ1個だな。うん、ちょっとここで買っとこう。よし、行こう。OK、 球速、球速あと1回、コントロールあと2回ね。お、来た、居残り。いやー、そっちか、そっちか。居残り引いたらもう球速練習やんないでいいかなって感じだったんだけどね。でもこれパワードリンク変えるようになってないかな。94の1300、5200。ん、やばいな、ちょっと待って、これ正直あと0円になるかもしれないな。ふい、さあ、 OK、 じゃあ球速やっちゃおう。うん、江塚さんもいるしいいよな。はい、よし、江塚、ここ一番の江塚頼む。江塚、よーし、来た、もらったわ、もう本当にあ、もらったわこれ。あおいちゃんね。さあ、8回以降全員操作だ。よし、じゃあ上げちゃおうか、能力。低め丸取るか。ちょっと待てよ、まずは球速168にしよう。で、コントロールも99まで上げる。スタミナはもしかしたらスタミナ光ったらやるから、8上がる可能性あるんだから91で止めとこう、一応ね。 OK だね。で、この試合終わったら、うん、いや、この試合じゃ足りないかな。試合で入ってくるポイントでスプリット上げれるはず。 OK だね。よし、先に球速だけマックスにしようぞ。
OK だね。よし行こう。さあピリッと押さえてくれよ。ふいっ。 OK。 ビュン。アウト。アウト。プだね。ウォーミングアップ。お疲れ、グラシンガ。素晴らしいピッチングだ。立派な数字だよ。変化球、いいね。よし。そしたら一回はこれ休み挟まないとダメだね。うん、ここで休もうか。はい、オッケーオッケー。よし、ここメンタルやろう。はい。最強大学ね。OK。そしたら、低め丸取っちゃうか。いや、丸取っとこう。うん。OK。行こう。さあ、3番ガルベス。まあこれでいいな。うん。行こう。どうした、耐えろ。オッケー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 、いいよいいよいいよ。さすが、立て直した。スプリットから行こう。ふい。一球クソ混ぜてストレート、うん、ストライクゾーンかすめる感じで。強すぎる。コントロール99は伊達じゃないね。ふい。プリット。惜しいね。うん。なかなかまだ170キロ出ないな。一球、ちょっと待って、シンカーで落とそう。いいよし。練習練習。はい。はい。さすがだ。ほいほい、バッティングだ。まあ大丈夫そうだな、バッティングの方も。
なんとか。よし。さあ、勝負するか、滝本と。初級進化。一球クソまずとこ。ビュン。155キロってどういうことなんだ。さすがだ。よーし、打球反応丸。うお、あれ、あ、今あれかライナーだったのか。びっくりしたな。さあ1球クソ混ぜて、でスプリットやっといて、スプリット157キロか。ここらへん、ふい、進化、ケイ。打たれる気はもうしないな、こいつが。よし、能力向上委員会あと3回払うんだろ。いや、やばいなこれ本当に。3900円、払えるわパワードリンク。よし、じゃあスプリット上げよう。スプリット3にして、あと低め丸取ろうか、コツもらえたから。うん、 OK だね。コントロールやろう、コントロール。 OK、 コントロールだ。じゃあスライダー系上達ボールも使おう。これでもう変化球は15になった。これであとメンタル1回と練習2回だな。うん、やられたわ、これはやられた。これはやられたわ、これはやられた、葵ちゃんに。これは完全に崩されたな、プランを。勝負かけよう。うん、ここメンタル行こう、メンタル。はい、でコントロールやって変化球やって終わりだ。よし、金足りるね。 OK、 5人いる、ラッキー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 。よし、じゃあコントロール練習しよう。はい、いやーきついなー、くそがよてめえわよ、なんなんだよこいつは。
悪魔じゃねえかよ、あいつ。あいつ悪魔だわ。高い子全員操作。スタミナ上げちゃおう。もう来週できないからどうせ。重い玉だけ取っとこうか。うん。重い玉は欲しい。OK だね。うん。よし、行こう。いやー、麻生が絶好調か。怖いね。5番梶川の方がいいと思うな。俺9番か。俺2番にしよう。グラシン・ガルベスおばあちゃん最高だね。で9番やべ。うん。オッケー。行こう。いよいよ大学ナンバーワンを決める戦いが始まりました。パワフル大学対暁大学。秋季全国大会1回戦の模様をお伝えしてまいります。パワフル大学の先発はグライシンガー。よし。対する暁大学の先発は麻生。以上の、ちょっと勝ってなくてもいいからグライシンガー降板させないでくれ。 OK 耐えろ。さすが、さすがだ。暁大学、この回の攻撃はラストバッターから始まります。臨時ヒッターはエラン王子。打ちました。初球打ち、追いつこう。追いついていこうぜ。打順は1番に返る。こっからだな。ここまでヒットがありません。第1球、決まってストライク。進化。第2球。オッケー。進化を打った。ゲッツー、これ間に合うだろ。一塁は。さすがだ。バッターは2番大畑。今日4度目のバッターボックス。守備も一流。決まったストライク。守備も一流ところが揃ってる。投げた。2球で空振り。バッター追い込まれました。スプリット。ふい、オッケー、取れるね。いやー、ギリ間に合わないか。右バッターボックスは3番沢北。ここまでノーヒット。ふい、アウトロー際どい球、ボール。インコース高めいっぱい、ストライク。今度は渾身のストレート。で、ストライク。タイミング合いません。さあクソ混ぜて最高。空振り三振、沢北2打席連続三振。8回の表が終わって2対0、パワフル大学依然2点リードを保っています。さあちょっと楽にしてやろうぜ。グライシンガーのこと。今日2人目のピッチャーとして登板です。麻生下がったか。パワフル大学、この回はクリーンアップからのガルベス一発いこう。先頭バッターは3番、今日はヒットは1本。ボール、アウトコース低め、際どいところ。第2球、ボール。第3球を投げました。 OK、もらいました。入った入った、ホームラン。そのホームラン、卓球はバックスクリーンへ。ストライクを取りに行ったところを狙われました。3対0。よくやった。大学リードを3点に広げます。今チームメイトが迎えます。バッターは4番。一発行こう。第9投げた、インローに送ってストライク。シンカーか、そうか。変化球にキレがあります。第2球投げた、シンカーはボール。投げた、ボールは外れました。ツーボールワンストライク。いい風が吹いてるな。投げた、ボール。5球目になります。投げた、空振り。ほいや、投げた。うーん、ぐーんと伸びていく。レフト打っていった、フェンス直撃。うわあ！ワンアウトです。バッターは5番梶川。今日はまだヒットがありません。インコース外れてボール。第2球投げました。はい。打った。オッケー。これもヒットになります。まあ取れるだけ取っとこうぜ。初安打。バッターは6番高本。ここまでヒットがありません。第9投げました。ボール。第2球外れた、ボール。
第3球を投げました。決まってストライク。投げました。ああ。ファウルボール。投げました。よし、オッケー、オッケー、オッケー、いいね。セカンドフォロー。ゲッツーにならないだけマシだ。これで4打席連続ノーヒット。ここでバッターボックスはシーナ。今日はヒットは2本。決まったストライク。第2球。スライダーボール。投げた。見送ってボール。カウンター2ボール1ストライクです。第4球目はボール。いいよ、フォアボールでも俺は。投げた。変化球ストライク。インローで。よし、来い。ボールカウント3ボール2ストライク。はい。打ちました。1、2塁歓迎。こっちだ。あれだな。バッティングと守備が不安だな。8回までが終了しました。俺のバッティングと守備が。パワフル大学。この回1点を加えています。ただ点を取られる心配は極端ですね。いよいよ最終回を迎えました。この回の先頭バッターは金山。こいつ強えな。いや、進化から入ろう。初球はストライク。初球まずは入れてきました。スプリットもだいぶ落ちるようになったね。3で OK。 一球クソ。第3球はアウトコース、外れてボール。高めに外そう。ピュッ、170キロ。スプリット勝負。はい、打ちました。ケイエ痛烈な当たりでした。抑えています。フライシンガー完封勝利。まだ真っ向勝負。うん、インハイギリギリパイストライク。進化ギリボール球。進化いいね。要求通り。これ入れよう。ケイエ一球クソ外して、内角低め、ストレート。伸びのあるストレート。空振り三振。マノ2打席連続三振。小細工は必要ないね。さあ1球目速球ストライク。インハイへ。初球まずは入れてきました。第2球投げました。ボール。うん、3球目はストライク。さあ次の1球低めに行くやろ。投げた。よし、決めるぜ。平行カウント。これが俺の最高の球だ。強すぎだろうこの男。試合終了です。フレイシンガー見事な完封勝利。見事は暁大学を破りました。負ける要素なし。完全体と化してる。よし、お金もぴったり。さあ最後の週だ。さあ最後の週、まあ、変化球練習するつもりだったんだけど、まあしゃあないね。うん、ここはメンタルだ。これ怪我したら元も子もないからな。 OK、 メンタル。さあ US ワールド大学だ。相手はイカリさんが入ってきてるからね。まあ、出番はないと思うが、マキシマムだ。マキシマムを打ち取って最後試合を締めたいね。うん、よし、赤い子全員捜査で、まあ、ポイントは今上げれちゃうけど、一番最後終わってから、うん、取ろう。一番いい組み合わせのね、特殊能力を。よし、さあまずは大田雲で、投手は俺でいいでしょ。碇君も入ってると、うん、一応ね。よし、
とりあえず俺2番にして3番ガルベスだろ。カジカはやっぱ強いよな。こいつ5番の方がいいよ。コウモト7番ぐらいでいいんじゃないか。いや6番でいいか。よし行こう。さあ大学ナンバーワンに輝くのはどちらのチームになるでしょうか。パープル大学対 USR 大学、勝って終わろうぜ。秋季全国大会決勝戦の模様をお伝えしてまいります。パープル大学の先発はグライシンガー。グライシンガーで投げ切って勝ちたいね。先発はプロティーン。以上の両先発。抑えろ、グラ、耐えろ、耐えろ、よし。US ワールド大学、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー、プロティーン。第9、投げました。速球ストライク、インローへ。初球まずは入れてきました。投げました。何？二遊間。危ねえ。ナイスカーバーガルベス。あいつ投手のくせに一球落としてみようか。はい、それだ。はい、やばいなこいつら。能力にかまけたピッチングしちゃいけないね。ふん、よし落としてみよう。ほい、オッケー、ほら、しゃあ、セージ、セージ、これが4度目のバッターボックス。ふん、投げた、決まった、ストライク。これ外すぞ。投げた、いいね。バッター追い込まれました。かすめる感じでいこう。投球は3球目。オッケー、打ちました。ピッチャー取れ、ごめん。お茶目だわ、グライシンガー。おばあちゃんは相当冷めた目で見てたけど、はしゃいでんじゃねえぞ。はい、オッケー、二塁、よーし。結局一塁残塁です。8回の表が終わって、1対1、同点が続いています。点取ろうぜ。この回は上位打線から始まります。先頭バッターピッチャー、グライシンガー。変化球ストライク、外角高め、投げました。いやー、いいとこに決めるね。ストライク、バッター追い込まれました。第3球、舐めるな、落ちるだろ。ちょ、これは2塁までは無理だな。グライシンガー、2打席連続。よし、ガルベス、一発行こう。おい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 、楽勝すぎやしないか。少し真面目にやってるのか US ワールド大学。楽勝すぎやしないか、最後の試合にしては。はい、打てるだけ打つぞ俺。第9、投げた、ストライク。膝元厳しいところ、初球まずは入れてきました。膝元、ボール。ミスターフルスイング。第3球を投げた、打った。なんかダメだな。追いついて取りました。おばあちゃんで打ちたいっていう気持ちが強すぎるのかもしれない。梶川さん。第9、投げた、ボール。投げた、第2球目はボール。今度は2ボールノーストライク。投げた、ほい、いやー飛びすぎたか。 OK 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 OK、 いいね。あっと取れない。よし、ワンアウトランナー1塁となりました。梶川さん総力でいいか。パークダメだな。第9、投げました、あー、ボールを掴んだ、二塁アウト。
一塁もアウト、ゲッツー。今日2回目の併殺戦、決めさせてもらうか。8回の裏が終わりまして、3対1パープル大学2点勝ち越しです。さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは4番マキシマル、今日はヒットは1本。いつもなら敬遠するけどな。恐れるものは何もない。本気を出せグラシンガー、お前の本気の球だ。ありがとうな、グラシンガー。ホームランを打たれたことがあるってことがこいつにとって大きな財産になるよ。さあ1球目スプリット空振り。さあ次の投球ストライク、追い込まれました。こんな感じで投球は3球目、いいね。普通のストレート、ギリボール球。さあ4球目、けー打たせた。しかも取る、しかも自分で取る。投げました。ミュークさあ、あと一人だぜ、グレーシンが。あと一人。今日2三振もデビッドソン、US ワールド大学、最後のバッターになるのか。第9球、投げた。オリジナル変化球はボール。第2球、投げた。けー。まさか取った。一塁へ。よーし。終わったぜ。いや、立派なピッチングだったよ、グレーシンが。野球はチームプレーだ。グレーシンが確かに最強だが、味方への敬意を忘れていなかった。エミーとマキシマムは兄弟なんだよね。飛ばしちゃったから見てないかもしれないけど。何なんだろうなこの最後の茶番は。マキシマムを改心したということでね。さあグライシンガーと矢部さんは引退だ。でこの後は松倉さんが後を継ぐと。頑張ってくれ。心配することないな。先輩でもなれるんだ。お前ずいぶん俺のこと低く見積もってるな。矢部君もプロ入りしたと。いやー
で最後に投手のタイプを決めるんだよね。もちろん先発関東タイプだな。関東タイプ、まあ、松倉さんもあんま出番はなかったから、出番はなかったけどいいピッチャーだからプロに行けるだろう。駒さんはもうプロで通用するな、あっさり。うん、碇さんね、今回は碇さんあんま来なかったな。まあ来たら来たで打たれたら不眠症になったりするからいいんだけどな。よし、じゃあ最後能力上げようか。まずはコントロール S にするかスタミナ S にするかっていう選択肢があるんだよね。でそっからどの特殊能力を取るかっていうね、ちょっといろいろ試してみようかなと。うん、コントロール上げる方がいいのかスタミナ上げる方がいいのかね、ちょっといろいろ試してみよう。よし決めた。そしたらまずはスタミナを S にしよう。無尽蔵のスタミナで、キレをつけて、それから尻上がり、試合の後半強くなる尻上がりつけて、対左打者つけて打たれ強さと、うん、これでいいね。あとは残ってるポイントは、これやろうか。速球中心か。いや変化球こんだけ持ってるんだから速球中心じゃなくていいよね。速球と変化球バランスよく投げてほしいね。でテンポ丸、投球位置とかは別にいいでしょう。積極打法つけよう。積極打法、うん、あとはまあ一応パワー上げとくか。オッケー。よし、じゃあちょっと確認しよう。球速は170キロでマックスと、でコントロールスタミナはスタミナ S でマックスと、変化球は3球種636で全部で15、特殊能力の数が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 と。はぁ、よかったね。はぁ、いや今回はね結構ね際どいとこに設定したから達成できるか最後まで不安だったんだよね。いやでもなんとか、うん、なんとかできてよかった。グラシンガル始めたからプロフィールはそのまんまでいいよね。顔もグラさんのまんまで、フォームはちょっと打撃フォーム変えようか。俺の好きな蝶野さんのやつ、オッケー。オッケーだね。
よし、ということで、ピッチャー編もね、なんだかんだ言って野手編と同じぐらい時間かかったのかな、でもなんとかできてよかったです。ちょっと今考えてるのが、バッター編で作った藤井と、あとこのグライシンガーを、ペナントでね回してみたら、まあ、どんぐらいの成績を収めてくれるのかっていうのをちょっとやってみようかなと思うんですが、まあそれはおまけみたいなもんですね。その動画をやって、自分のパワプロの動画は終わりにしたいと思います。とりあえず投手編はここで最終回ということで、見てくれた人本当にありがとうございました。ああ終わったやったー、ああ終わったさあやってみようか。おまけ動画ということでね、よろしくお願いします。この動画はパワプロの動画で作った藤井さんとグライシンガーをこのペナントで回してみたら、どんぐらいの成績を収めてくれるのかという動画です。でこのアレンチームの横浜ベイスターズが、藤井さんとグライシンガーが入ったチームなんで、これを使っていこうかなと思います。よし、横浜ベイスターズ。ね、これどうしようかな。これ関係ないと思うんですけどね。まあ一応パワフルにしとこうか。自分でプレイするわけじゃないから、これ関係ないと思うな。で、まあルールは全部ありで、怪我とかしてほしくないけどね。まあ全部ありでいいか。うん。OK。報告設定を全部見ないにしよう。がっつりペナントやるわけじゃないから、ただただ回すだけ。一本の動画にまとめたいなと思ってるんだけどね。まとめたいなっていうか、まとめようぜ。あれ藤井さんいる？あ、いるか、よかった。ちょっと確認しよう。これがバッター編で作った藤井くんだね。うん。で藤井さんは高卒で18歳だから、このペナントモードがね、最大で20年間しかできないんですよ。まあだから多分引退しないんじゃないかな。最後までやってくれそうな気がするね。でそうだ、グライシンガーはね、グライシンガーで作ったから35歳だったんですけど、まあそれだと3年間ぐらいで引退しちゃうんで、マイライフでね転生してもらってます。まあ能力とかは変わってないね、そのまんま。ちょっとあれか、オーダーとか考えるか。ベストオーダー、まあこれでいいんだよな。 OK。 さあこっからはもうフルオートで回していこうかなと思いますけど、最初の試合だけ見ようか。じゃあ最初グライシンガー投げるよね。 OK。よし、じゃ最初の試合だけこの高速試合でどうなるか見てみよう。いよいよ2012年のプロ野球ペナントレース、セントラルリーグの開幕です。阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズ、1回戦の模様をお送りいたします。タイガースの先発は能見、対するベイスターズの先発はグライシンガー。さあ頑張れよ。以上の両先発、藤井さんとグライシンガーどっちも活躍してくれると嬉しいね。 OK、取れじゃないか。誰だ1点取ったのはてか1点しか取れなかったのか。グライシンガー、
やるじゃねえか。これで1点取ったのが藤井さんだったら完璧だけどな。誰でしょう。おー、内村さんか。藤井さん4タコか。頑張ってくれよ。まあ打者は1回で決まるもんじゃないからな。オッケーオッケー。よし、そしたらもうペナント回しだからね、最後まで回しよう。これでホチだな。トイレ行ってくる。なんで優勝できてないんだ。藤井とグライシンガーがいて優勝できないのかこれは。てかこの年の巨人がめちゃくちゃ強いんだよな。てか2位争いをしてるんだ。これ強すぎないか巨人。ちょっと3位か。え、ちょっと待てよ、3位には入り込めって。 CS から優勝あるぞ。おーい、よし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 、いいぞ。まずはスワローズを倒すと。うん、勝ったね。俺の見間違いじゃなければ今4連勝して優勝か巨人は。まあちょっと個人の成績が重要だからね。まあベストナインでは選ばれてるだろう、さすがに。タイトルだよな、タイトル。おお、おおおおお、最多安打は坂本にやられたか。そうなめじ、おい、グライシンガー4冠、投手4冠と沢村賞。すげえな、すげえな。っていうかまあ当たり前っちゃ当たり前なんだよな。ちょっと成績を見てみよう、二人の。まずはちょっと藤井さんから。藤井さん。あれ ?3 割3分8厘?本塁打 41? あれそれで、あれなんだ ?1 位なんだ。なるほど。うんうん。盗塁56。さすがだね。でグライシンガーは21勝。防御率も 1.33 か。え、この2人でこういうあれなんだね。てか藤井さんはもうちょっと、うん、藤井さんはもうちょっと上がってもいいんじゃないか。ちなみに記録、タイトルランキング見てみよう。個人タイトル、あ、野手ランキングか。へえ、そうなんだ。全体的にまあ低めだね。まあ統一級の年だからっていうのはあるのか。この年は投手ランキング、ああなるほど。21勝ってどういうことなんだ。めちゃくちゃ投げてんだ。まあこっからでしょ。ああ
藤井まさかの高卒2年目4億1000万クライシンガー金食い虫だなこの2人。破綻するぞうちのチームが。なんか今年優勝できそうな感じ。18対10ってなんだ。なんか今年優勝できそうな感じするね。って思ってたらそれだよな。優勝してくれよそろそろ。アジの南蛮漬けを食べながら。なんかダメだな本当に。あでも巨人に。おお巨人さん立てやった。いいぞ。4連勝、5連勝、6連勝。巨人に勝て、ああ、巨人に勝てないときついんだよな。あ、でもだいぶ差が縮まったぞ。優勝狙いとこまで来てんじゃん。優勝しちゃいなよ。うん。しちゃっていいと思うな、俺は。優勝しろ。優勝。てかね、さっきチラッと見たらね、そろそろ、その、安倍さんとか、杉内さんとか、おい優勝してんじゃねえか。ついに優勝だ。日本シリーズも制覇しようぜ。あ、中日が来た。やった、ラッキー。勝てるだろ、中日には。で、ライオンズにも、グライシンガー、よーし、グライシンガーだわ絶対最後。よくやったな、やっと優勝したぜ何年かかったんだ。まあでもこれ5年目とかが。さあ今年の2人の成績は、荒波さん最多安打かっさわれた身内に。いやでもなんか嬉しいわ。やったな、やっと軌道に乗ってきたよ。やっと本当に軌道に乗ってきたね。どうだい今年は25勝登板何回、29回か。29回登板して25勝してるのすげえな。三振333仕上がってるね。藤井さんは、おー藤井さんもまあいつも通りと言ったら、荒波さんが育ってきたな。盗塁70どんどん進化していってるねこの人は。あれ藤井さんすげえじゃん。3割8分3厘。打点176。始まってるな、こいつ。結構落ちてきてるんだけどね。能力値が。衰えてきてるな。あ、ついに0点台になったか、防御率。29勝。惜しいね。契約更改が怖いぜ。金はたまるな。しかし金はめっちゃたまるね。おーおーおおちょ、グライシンガーの年俸の上がりっぷりがさ止まらないな、この人は。
よし、喋るか、ちょっと。今20年目、最後です。優勝。やったね。最後、日本シリーズ勝って終わるかな。OK。よし、4連勝だ。ああ、終わった。すげえ時間かかった。2時間半で終わるとか、思ってたら6時間ぐらいかかったよ。さあ、最後の年。うわあ、ベストナインに、フライシンガーさんがいない。MVP 藤井か。最高出塁率ね。あ、なんかエンディング始まっちゃったな。あ、よかったよかったよかった。見れるよな。さあ、最後の藤井さんとグライシンガーの記録を見てみようか。じゃあまずは藤井さんからだな。3割2分本塁打30本、よくやったな、盗塁球。よくやったよ、藤井さん。藤井さんなんですけど。俺もうレギュラーで出てるのがあれだよ。不思議だよ、藤井くん。てか、なんでこれでさ、3割30本打てるんだろうね。不思議だね。しかし。まあでもこんだけ特殊能力あったら打てんのかね。ボロボロだよもう、藤井の体は。ちょっとグライシンガーを見てみようか。グライシンガーもやるな、防御率 1.54 って。すげえじゃん。ボロボロだよもう。こいつの体は135キロの球しか投げれなくなってるからね。怪盗と呼ばれてる男がね。よし、じゃあ、2人の通算記録を見てみようか。この20年のね、歴代記録でいいのかな、球界全体。いや違うな、これだ、チーム記録でいいんだ。よし、まずは藤井さんの記録を見てみよう。藤井さん、これでそうとするか。2880試合か。ってことは全部出たってことだよね。144試合で20年間だから、全試合出場したんだ藤井さん。あんだ3867、それでも4000には届かなかったか。あれ、本塁打さ、あ、王さんのことは抜けなかったか。打点2669。おお、盗塁も最後の方全然してなかったけど、それでも796いったんだ。あれだよね、通算記録とかとちょっと比べてみたいよね、野球の記録。野手の通算記録だな。藤井さん、おお、歴代5位か。2位に巨人の坂本が入ってるね。谷繁さんも入ってるぞ。本塁打。まあ、それでも王さんの記録は抜けないっていう。すごいな、王さんは。打率は1位だね。生涯打率。3割4分7厘。打点は圧倒的1位だな、藤井さん。3番に置いた甲斐があったね。得点も1位か。めちゃくちゃ盗塁したからな、この人。安打も1位か。おー、
素晴らしいね。坂本が2位っていうのすごいね。荒波さん荒波さん3位なんだ。福本さんってこれもう化け物だろ。どうあがいても抜くことできないでしょこれ。二塁打1位、三塁打も1位か。犠牲バントは全然やってないだろうね。犠牲フライも。なるほどね。お疲れ様でした藤井さん。さあグライシンガーの記録を見てみようか。いやグライシンガーも頑張ったでしょ。おー防御率 1.25 か。あんだけやって472勝、勝率9割3。お前33敗しかしてないの20年間やってきて。そうなんだ。完封188。奪三振の数もやばいな。おちょっとこれも見てみたいな。これこそすごそうだけどな。その球界全体の記録と比べてみれば。あシーズン記録じゃないや、シーズン記録じゃなくてこれでもなくて通算記録ね。登板、まあ、登板は先発だからね出てこないでしょ。投球回数、おー歴代4位か。金田さんが1位だ。相当投げたつもりだったけどね。完投も5位か。てか上の方にいる人がすごすぎるなこれ。完封188回。いやー俺ちょっと400勝は抜けないかなと思ったんだけど抜けたね。グライシンガーさん、しかもこいつ33敗しかしてないからな。勝率9割3分5厘。どうなってるんだこの人は。奪三振5632。下の方の数字もすごいけどね。ここら辺は入ってこないだろうなグライシンガーは。うん、完全試合やったかグライシンガー。やってないね。やってないのか。ノーヒットノーランはやったみたいだね一回。こいつずっと取ってたからな投手4冠。ひたすら取り続けてたな。いやーお疲れ様でした。ボロボロだよ2人とも。藤井さんもグライシンガーも本当にただのおっさんだからな。もうグライシンガーこれこれでさ、これでなんていうかこのシーズン何勝してるんだっけ。何勝してるというか防御率いくつなんで 1.54 っていうのはあれなんだよね。あんま関係ないのかな球速とコントロールとスタミナってね。何なんだろうね。藤井さんもよかったし、うん、よしということで、まあおまけ動画2人20年回してみたところ、すごい記録を出してくれたなということで終わろうかなと思います。すごく疲れました。もうパワプロの動画はね多分これで終わりかなと。本当に長い間半年ちょいぐらい皆さん見てくださってありがとうございました。ではさようなら。